昨日会ってこの家で暮らしていいと言われた。トールさんに私が言った。はい。どこかで会った？山です。ドラゴン？私のとこ来る？私のとこ来る？ああ、そうか。守れない約束してすまなかった。遅刻！トール！飛べる！まずはトールなりのメイド各あるべしという姿を見せてもらおうか。まずはハウスメイド掃除だ。どうです？決してどうぞ。次ランドリーメイド。桃でのみを溶かした唾液が出せるんですよ。これで最後キッチンメイド。私の尻尾焼きです。ないわ。ないいや申し訳ないです。ガスコンロを信用しろ。火力が足りないと思いまして。炎ではなく火を使えと言っている。ひったくりよ。誰か止めて。よしここまで来れば。遊びたい。じゃあ私たちだけで遊びますか。待て待て待て。あれ小林さん寝てるんじゃ。寝てられるか。何いきなり殺し合ってんの。結果は初めから見えていた。そもそも実力差というか種族差というか物が違いすぎた。それは蹂躙だった。くそずるいぞバカ。覚えてやがれ。不完全燃焼ですね。ほう偶然だな。俺もだ。バクマン。そして今に至る。それでは曲げてみせます。力は一切いりません。念じるだけでいいんです。こら！全部曲げちゃって。やっぱり人間には隠れた力があるんですか？あのね、これは手品。覚えりゃ誰だってできるよ、こんなの。誰でも。だっ！なぜ？あのさ、トール。トールは運の重心を探るようにして、テコの原理でここをこうして。はい。強。できない能力見せます。おお！これがこっちの世界の海ですか。これだけ人が多いと人思いになぎ払いたくなりますね、小林さん。早く遊びたい。そうですね、遊びましょう。次はスイカ割りで。そうそう、そのまままっすぐ。はい、ストップ。おお、イエイ。さすがカンナです。泳ぎたい。いいですね、行きましょう。位置について。よーい、ドン。それにしてもコスプレする人たちってこんなにいるんですね。もうちょっと本来の姿に戻りたいです。迷惑にならない形でなら大丈夫だよ。はっ。写真撮っていいかな。すみません、僕もいいですか。また列が伸びてる。
林。ん？これお弁当？はあ、いいんですよ小林さん。私がやります。私の方がうまいんですから。はい、私は最強ですので。はっ、私は最強を超えてるし。遠足弁当試合三番勝負。作る料理はサラダ、肉、デザートの3品。腕を振るえ、俺を楽しませろ。品目完成と。小林選手はミニトマトだけのようですが。一品目の勝者は小林だ。なぜ俺のスペシャルサラダがこんなミニトマトに。これは弁当というカテゴリーをトール選手が理解していなかったトール選手のようでは多すぎます。次は勝つトール君。最後にデザートだ。カップものでも果物でもいい。調理なしで一品持ってくるのだ。はい。三品目完成。それは何？食べます？へえ、果物？初めて見た。お疲れ様でした。お疲れ。はいはい。おのれ。はい。小林先輩、おはようございます。いつもお世話になってるからな。お礼を持ってきたのだ。お守りだ。へえ、手作り？ありがとう。あ、トール、今日こそお前を連れ戻。消え去れエルマ。小林さん、私はわがままなんですよ。トール、私は求められるのに慣れてないんだ。友達はいたけど親友はいなかった。ほい、これ以上分かりやすくはできないよ。そしてそして。はい、頂戴します。今日の帰りは何時頃になりそうですか？10時頃には帰りたい。トール様、行ってきます。行ってきます。はい、行ってらっしゃい。今日も一日頑張りますよ。ほっこりを叩いてぶっ潰せ。チリもおくたんも残さない。最高のオムライスを用意せねば。完成です。ふわとろの卵に熱々のケチャップライス。お店にも負けないクオリティ。そして味も普通だ。はい。さすが評判のお店だよね。小林さんに食べてもらうオムライスを試作中なんですけど、何か美味しく作る方法はないですかね。手っ取り早く材料を良くしてしまうのはどうだい？ただいま。トール様、これはオムライスの材料です。ただいま。オムライスちょうどできましたよ。私も手伝った。へえ、自信作です。しばらくお昼はこれですね。お父さん。来た要件はわかるな。一緒に帰るのだトール。お前の居場所はここではない。私はここにいたいのです。ここが私の居場所だ。初めてだな、お前が私に逆らったのは。自分の居場所は自分で決めます。小林さんは私の光です。歯向かうというなら容赦はせぬ。うわっ！
わがまま言っちゃってごめん。